カイ,カイフィルは、白亜紀末の大量絶滅直前にあたる南極の、ロペスでは後ドの類層から産出した、後期白亜紀に生息した、ティロサウルス赤のモササウルスカの属。白亜紀に生息した海トカゲのグループである、ティロサウルス赤では、最大の属の一つであり、南極に生息したものでは唯一大型のティロサウルス、赤である。海海フィルのホロタイプ標本に指定された頭骨は、 保存された部位で、長さ0.7メートルに達し、完全な頭骨頂では1.1から1.2メートルに及んだことが示唆されている。全長は10メートルと推定されている。これは、頭骨町0.65メートルのタニファサウルス、アンタークティクスなどの同時期のモササウルス、カハチュールよりも大型であり、海海フィルは、南半球から産出した基地のモササウルス、 下ュウ類では最大となる。頭骨の方向線は融合し、外上かと内上かが発達し、内側のテクスチャは比較的密で、この個体が生体であったことが示唆されている。体育の他にも、海会フィルを近遠属から際立たせる、特有の特徴がある。眼下の上部円の正面に卓越した隆起が存在し、タニファサウルスとは違って、尾光の間にも隆起が存在する。 前頭骨の形状は、モアナサウルスのものとも異なり、三角形を成して、鼻孔と消化孔に接する。加えて、頭骨の幅は、眼下の前方で狭くなり、上腕骨頭は垂直方向に非常に厚い。特に、開外フィルの歯は姿勢、すなわち、複数の異なるタイプの歯が存在する。高毛症が全く存在しない、中型の円錐形の歯、内外側にに、 三の高毛症がある中型の塩水系の葉、高毛症の全くない非常に大型の塩水系の葉、そして顔面が D 字型をなして柔らかいエナメル質に覆われた、おそらく成長中の丸みを帯びた小さな葉が確認されている。他に一生が確認されている、モササウルス科爬虫類には、モササウルスアカ、モササウルス属のエレミアサウルスやモササウルスアカ、プロビデンス属のカリノデンスがいる。 2011年1月のチリの古生物学遠征で、南極大陸沿岸のシーモア島のロペスデバートドの累層の上層から大型のモササウルスカヌ頭骨、ながった顎、上腕骨断片、30本の孤立した歯と上腕骨断片が収集された。標本番号、スコー PV6509 が付けられた、ホロタイプ標本は後期、 マウストリヒチアンにあたる岩から発見され、赤月新星と白秋の境界から200メートル下に位置した。シーモア島で発見される他の脊椎動物化石とは異なり、海海フィルの化石は黄色がかった色を呈し、標本が一貫して鉱物変質を受けたことが示唆されている。標本が発見されるまでに著しい風化を受け、さらに右側を上にして保存されていた頭骨は、 複数のブロックに分断されていた。頭骨の複数の部分はお姿としてのみ保存された。海外フィルの俗名は、マプチ族の宇宙論で、海の神である爬虫類、コイコイビルにちなみ、主将名ハーベは、地理と南極の地質学に大きな貢献を残した、地理の地質学者、フランシスコエルベイの県名である。2016年に、複数の系統解析が行われ、 開会フィルの関係が決定された。どの系統解析でもティロサウルス赤のティロサウルスやタニファサウルスに近縁であることが示された。4つの解析の結果が以下の系統樹にまとめられている。ロペス・デバートドの類層から算出したモササウルス、プログナトドン、プリオプラテカルプス、モアナサウルス、リオドンはかつてモササウルス属として同定されていたが、現在は 独立した族と考えられている。しかし、これらの分類は歯に基づいており、そのうちいくつかは、海外フィルに見られる歯の形態に合致した。このため、これらの族のすべてが、独立族として存在するわけではない可能性がある。一つの生態系に、大型の捕食者が多く生息することは滅多にない、ことであるため、その意味の解明が待たれる。また、海外フィルは、主張流、 アリストネクテス赤に属するアリストネクテスと共存しており、おそらく機会があればアリストネクテスを捕食していた。ありがとうございます。